ちは。プリズムゲートの柴田です。シナリーティンカーベルの野村理恵子です。はい、今日は出演いただいてありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと今日初めてなので、はい、自己紹介していただけますか。はい、わかりました、はい。私は世田谷区で、有限会社シナリーティンカーベルという化粧品日用品の販売の会社を経営しております。はい、ありがとうございます。化粧品ということで、うん、なんか野村さんは、うん、普通の専業主婦からいきなり化粧品の会社を始められたと、はいはい、ちょっとびっくりしたんですけど、そもそも始めたきっかけってどういうことなんですか。はい、私すごく肌が弱かったんですね、まあ、アトピーって言われる肌ですごくいろいろトラブルがあって悩んでいたんですけども、シナリに出会ってこの製品を使ったら自分の肌がものすごく改善されたっていうことの喜びで、お友達に広めているうちに、ぜひこれをやってみたいなと思って仕事にしました。そうなん、はい、もともとやっぱりアトピー悩んでられていて、なんかすごい腫れてたとか。そう、そうなんですよ。そうなんですね。それでそのシナリーティンカー、シナリーの化粧品を使って、これ天然素材そうなんです、もう本当に化学物質を一切使わない天然だけのものなので、すごくお肌に優しいんですね、で私は本当に知識が全然なかったので、自分の肌が弱いのは、自分自身が弱いんだと思っていたら、いろいろ洗うものだったりとか、肌につけるものが化学物質で作られている、でそれを使わなくなれば、肌が健康になるということが分かって、その知識も皆さんにお伝えしたいなと思って、これを仕事にしようと思いました。そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい。今回コロナで皆さん企業とか大変だったじゃないですか、はい、でもシナリーティンカーベルさんでは、ほぼ変わらない売り上げだそうで、はい、おかげさまで、はい、よかったね、はい、でそれってやっぱビジネスのやり方とか、いろんな工夫とかがあると思うんですけれども、はい、シナリーティンカーベルさんはどういった感じのビジネスを、はい、ですね、うちはお客様は会員制になってるんですね、でそのなぜ会員制かっていうのは品物を使っていただくお客様のアフターフォローをきちんとするために会員制になっているので、毎月お客様の方に私の方からいろんな情報を提供させていただくというコミュニケーションを目に取るようにしています。はい、そうなんですね、はい、会員制で、アフターフォローまできちんとされていて、はいはい、でそれでやっぱお客様の距離が近いっていうことですよね。それってそうですね、離れていてもコミュニケーションは随分取れてるんじゃないかなって感じています。素敵ですね、ありがとうございますねえ、なんかコロナの時は、はい、なんか特にこうなんか売れた商品とか、はい、みんな、あったんですか。はい、先ほどもお話ししましたけれども、やっぱり天然素材が大事だっていうことで、今コロナで消毒液で皆さん困ったり、あとマスクで荒れたりしましたよね、でその消毒液の話なんですけれども、シナリーにはハンズクリーンっていう天然素材だけでできた消毒薬があるので、消毒液ですね、それをお客様にお勧めするようにしました。あ、そうなんですね、はい、いや、うちの夫もすごい手が荒れて、アルコールで、あ、そう言って困ってる人はすごいたくさんいて。そうですよね、化学物質だと常在菌まで殺しちゃったりとか、あと手荒れがすごく激しくなってしまうんですけど、天然だと手も荒れなくて、消毒もできて手荒れもしないので、安心してお使いできるのでおすすめしています。それいいですよね、はい、原料は何ですか、天然で。レモングラスとか、あと何だっけな、ちゃんと喋ってない自分ですごくいい香りがするんですけど。あ、そうなんです、はい、すごいいいですね。誘拐だったからダメだ、あとで調べておきますいいですね、そんなところが